Amazon 輸出を始めるためにですね、まず初めにやることは、当然、口座を登録すると。次にやることは、50取引をクリアする。ここを優先してください。これを早めにやらないとですね、今はもう本当全然売れなくなってます。50取引をクリアせずにですね、無在庫で売るとか、やってると、本当にアカウントは削除されるだけで、儲けるにはすごい遠い回り道というかですね、普通たどり着けない形になっちゃいますので、まずはもう一目散に50取引をクリアしてください。で、50取引クリアする商品を探す場所なんですけど、ダイソーなどの100円ショップ、それと家電量販店、このどちらかがいいですね。で、どっちかが家のすぐ近所にあれば、そこで仕入れます。で、どっちも家にないよとか、家の近所にないよとかですね、なかなか、店舗に買いに物に行けませんとか、恥ずかしくて店舗でバーコードできませんって方は、ネットショップというような形になります。いずれにしても、もう、ペイオニアとかね、お金の受け取りの口座どこにしようとか、そういう問題より先に、まずはもう口座を開設したら50取引クリアすると。これが最優先になりますんで、まず、儲けを度外視して、出品基準の中からですね、仕入れの3倍で売れると、そこを外してしまってですね、まずは売れる商品を買って売るというのをやります。で、具体的にどういう商品を扱ったらいいか、注意点は何かというのは、まだダイソー、家電量販店、ネットショップ、それぞれのですね、動画を作ってお知らせします。まず、Amazon の輸出始めたらですね、初めやることは50取引クリアすると。というのが最優先ですので、それを忘れずに、まずは、商品を仕入れに行きましょう。どんな商品を仕入れるかはお気軽にご相談ください。